こんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張りまするガンバマサルです。さて今回この動画なんですけれども、もう非常に簡易的にヌンチャクを作ってしまおうっていう動画です。そう、これまでね、なんかやってるようでやってない企画なんですけど、そう、僕ね、この工作とかすごい苦手で、あんまりね、自分で作ってくるってことやってこなかったんですよね。まあ作ったもの何個かあるんですけど、まあでもなんか自分の中でやってるやつでもぐちゃぐちゃで、なんかね、人に教えるのもちょっとな、みたいなのが多かったわけですよ。なんですけど、今回はまあ、会員的にさらに、まあ、なんだろうな、まあ、誰でもできるような感じのをちょっとやっていきたいなと思います。はい。で、今回用意しましたのは、ペットボトルを、まあ、つないでみようっていうものですね。はい。で、まあ、用意してもらうのはペットボトル2本。なんかできるだけ細い方がいいですけどね。まあ細いのもあるんで、細いの。まあ500ミリかな。あと、紐。すいません。家にね、ちょうどいい紐がなかったんで、もう編んである紐、これちょっとここに用意してあります。はい。で、あとは、何かね、穴を開けるもの。穴をちょっと大きくするもの。なんてあるといいですね。はい。で、早速作っていきたいと思います。では、まず、はい。キャップ取ります。したら、この手動のドリルで穴開けまーす。よいしょ。はい、穴開きました。はい、穴が開いたら穴を大きくします。はい、この穴を大きくするときに思いっきりこうやって手とかぐさって刺さないように注意ですよ。はい。あ、そう、手もですけど、まああとは物とか床とかにぐさっと、ね、あとこう見て顔とかに刺さないように注意ですよ。よいしょ。そう、これなんかね、よいしょ、開いた。そう、ちょっと子供とか危険かもしれないんで、ちょっと気をつけてくださいね。1個開きました。よし、もう1個開けていきましょう。はい、じゃあもう1個もこの手動のドリルで、よいしょ、開けて、そしたらドライバーで、ここは穴を大きくしています。よいしょ。この時にぐさって床刺さないようにね。そう、穴開けるものは、まあ、釘とかでもいいかもですけどね。釘とかのってガンガンガン。開けたりいいかもしれない。で、穴が開きました。そしたら次。よいしょ。紐を通したら、まあ、普通に結びます。はい。まあ、ここで長さをちょっと調整する感じですよね。はい。はい、結びました。もう片方も結びに行きましょうかね。はい。穴に、紐を通して、はい。したら、自分のちょうどいい長さに調節して結んでいきます。はい。そしたら、よいしょ。余った紐は、ボトルの中に入れて、ボトルのキャップを閉め、はい。ボトルのキャップを閉め、はい。完成でーす。まあでもね、これちょっとね、紐の部分長いんですよね。まあ大体、この手首が、手首じゃないな、これ手の甲ですね。手の甲が全部こう、ここから隠れて、ちょっと余裕が出るぐらいがいいですかね。はい。そのぐらいの長さがちょうどいいと思います。じゃ完成しました。はい。では、早速振っていきたいと思います。では、参ります。ほっ。
できましたね。はい。というわけで今回はペットボトルでヌンチャクを作ってみようっていうね、まあ、ちょっと夏休みっぽい企画でした。まあ、よかったらね、皆さんもチャレンジしてみてください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ちょっと長すぎたかな、やっぱりね。